今日6月16日は和菓子の日。この和菓子の日にちなんでお菓子をお供えする献花祭が初めて行われます。郡山市の開成山大神宮で行われた献花祭は、県内の菓子店が歴史ある銘菓を神前にお供えし、業界のさらなる繁栄を祈るお祭りで、県菓子工業組合が初めて開催しました。これまではそれぞれのお店で神事を行うことはありましたが、今年は新型コロナの収束なども願おうと、角屋や平田屋、そして柏屋など県内23の菓子店が合同で開催しました。我々の業界の、お菓子の需要が高まることを願っております。献花されたお菓子は神社を訪れた先着100人に配られました。